道のく縁五作は、けしかきけ満足の多年草。同族の山縁五作に似るが、全体に小型で、細長く繊細。別名、姫山縁五作。地下にある休憩の階級があり、階級からは茎を一本だけ出す。茎は高さが十五センチメートルほどになり、傭兵のある形容を二個、基部には、臨辺用を一個つける。形容は一から二回3出複用となるが、 小葉はさらに分裂することがある。小用は楕円型から、線上を楕円型になり、長さは、普通1から2センチメートル、先端は鈍形、または、やや二部形、基部は鋭、形になる。下記は4から5月。下形の先端に、相乗過剰をつける。小花柄の基部の養生の都は、東卵形、または光線形で、先は分裂しないか結国状に2から3列する。 果敢は一方が唇状に開き、その反対側が巨となり、長さは7から15ミリメートルになり、果敢の長さが15から25ミリメートルある山ゴサ作と比べると小さい。果敢は単成紫色から青紫色になり、先端の方が色が濃い。果実は非神経または狂乱形で円柱形の果てで幅は狭い。こなすと2辺に裂ける。 春先に花を咲かせ、落葉紅葉樹林の若葉が広がる頃には、地上部は枯れてなくなり、その後は翌春まで、地中の地下茎で過ごすスプリングエフェメラルの一種。日本固有種。本州の東北地方、中部地方、島根県沖に分布する。染色体数は 2n イコール16、32。やや花が大きい4倍体が広く分布するが、2倍体は、 新潟県中部位北で見られる。和名の道のく縁語作は、道のく縁語作の意で、分布地の東北地方の地名による。また、別名の姫山縁語作は、山縁語作シーリニーラロバに似て、より繊細なことによる。縁語作は、聞け満足のうち、この類の感名、縁語作のこと。種商名キャプルイップスは、柄が毛のように細いの意味。ありがとうございます。